バッハハウゼンは、ハイルブロン郡西部、ネッカー川支流ライン側のさらに支流である、マッセンバッハ川沿いに位置する。この町は、シュトゥットガルト大都市圏の辺炎部に含まれる。マッセンバッハハウゼンに隣接する市町村は、東から時計回りに、シュバイゲルン、ゲンミンゲン、キルヒャルト、バートラッペナウ及びハイルブロンである。マッセンバッハハウゼンは、シュバイゲルンと、 行政共同体を形成している。マッセンバッハハウゼンにはロイテー・シュタイナー・ヘーフェ地区が含まれる。マッセンバッハハウゼンに最初に人が住み着いたのはケルト時代に遡る。この時代、4世紀から5世紀のツイーゲルエグ遺跡が発掘調査されている。初めて文献に登場するのは773年のロルシュ文書である。その後、 この村は一時的に、シュティフト・オーデンハイムの名で知られる、修道院の所領になり、マーゲンハイムやナイペルク家を経て、ビュルツブルグの定理であるディートリヒエ・ヒターフォン、メスペルブロンに渡り、後に、ダルベルク領に、さらには、インゲルハイム領と領主を変えた。1737年に、ナイペルク家は、この村を買い戻している。1806年に、マッセンバッハハウゼンは、 バ信家の枠組みに従い、ビュルテンベルク領となり、オーバーアームとキルヒハウゼンに属したが、1811年からは、オーバーアームとブラッケンハイムに移管された。1938年に、マッセンバッハハウゼンは、現在のハイルブロン軍の所属となった。1531年、ナイペルク家により、この村は、宗教改革がなされた。しかし、1585年に、 カトリック信者のディートリヒエヒターフォン・メスペルブロンに売却され、再びカトリック化された。このため、プロテスタントのナイペルク家が村のカトリック教会の被護権を有する形となり、この教会にはその家族の墓所もある。17世紀以降はユダヤ人コミュニティが存在したが、19世紀末にはその構成員が離存したため、コミュニティは解消された。 マッセンバッハハウゼンには、現在もカトリック教会があり、マッセンバッハハウゼンの他に、シュバイゲルーンのマッセンバッハ地区のカトリック信者も、その組織に属する。第二次世界大戦後に増え始めたプロテスタントの信者らは、現在、マッセンバッハ及びマッセンバッハハウゼン福音派教会に属す。この教会は、シュバイゲルーンのマッセンバッハ地区に、本部教会を置き、 プロテスタントのビュルテンベルク地方教会ブラッケンハイム教区に属している。ユダヤ人コミュニティは1684年から85年に初めて組織されたことが記録されており1708年1726年にはそれぞれ7家族がその構成員となっていた。シナゴーグについては1736年に初めて記録されている。 1832年にマッセンバッハハウゼンは宗教組織の本部所在地となったが、1860年代になるとユダヤ人たちはマッセンバッハに移っていった。1850年頃には約50人のユダヤ人がマッセンバッハハウゼンに住んでいたが、移住などによりコミュニティは急速に縮小していった。それでも1869年には19人。 1910年には7人のユダヤ人がいたが、1926年に最後に残った1人が亡くなった。マッセンバッハハウゼンの町役場マッセンバッハハウゼンの議会は14人の議員からなる。議会ではこれに主張が加わり議長を務める。図柄赤字で3つの銀の缶の上に金色の家。旗は黄色赤である。紋章に描かれた家は、 町の名前にちなんだ紋章で、1844年以降の文献に登場し、印象には1903年から現れる。1838年の紋章は、青地に緑の身部の山、その上に赤い屋根を乗せた天然色の家と定められていた。家をあしらった多くの他の町の紋章と区別するため、マッセンバッフハ,ハウゼンは、1959年に、 かつての領主一門であるナイペルク家の官を紋章に取り入れた。町の紋章と、旗は、1959年8月18日に、バーデンビュルテンベルク州内務省の認可を得た。カトリックのキリアン教会マッセンバッファハウゼンは、ビュルテンベルクはインサン地区分で、ビュルテンベルク・ウンターラント、ホイヒエルベルク地区に属すは委員長である。アウトバーン A6 号線が、 街から数キロメートルの場所を走っている。インターチェンジは、バーとラッペナウのインターチェンジを利用する。最寄りの駅は、玄民玄、シュバイゲルン及びラインガルテンの暗い日がう鉄道の駅である。マッセンバッハハウゼンの出来事は、日韓紙ハイルブラーナーシュティンメのライターアルバンに掲載される。フィルミニウス・ビッケンホイザー彫刻家、フランシスコ会修道士。 ベルナー・バウムハワードイツの政治家、バーデン・ビュールテンベルク州議会議員、バーデン・ビュールテンベルク州長官、ありがとうございます。